次のもの入れ。見慣れん輩殿、かぐや様の御前だ。名を名乗れ。貴様が魔女の言っていたもののふか。やめよ、ヤクモ。博士に失礼だぞ。は、申し訳ありません。東から来た者よ。聞けば里の者の譜になりたいそうだ。それには我ら隊長二人の許可がいる。まずは名乗っておこう。私はヤクモ。この絵舞台の隊長にして里の次期お頭だ。貴様も名乗ったらどうだ、侍よ。当屋だ。侍を率いている。覚えておくのだな、我らの名を。態度のでかい新入りだな。ここは中津国の西の最前線。戦力が増えるに越したことはない。貴様がモノノフになりたいのなら許可を与えてやらんでもない。だが一つ重要なことがある。貴様は機内と戸様どちらだ。少なくともここではな。答えたくないということだ。好きにさせてやれ。それならそれで構わん。近衛でも侍でもないだけのことだ。貴様は紅月に預ける。はぐれ者を束ねている者の札、貴様が使えるか否かは奴に判断させる。それでいいな、侍よ。異論はない。かぐや様、ご決裁を。許す。お主の好きにせよ。は、ありがとうございます。紅月はモノノフ本部にいるはずだ。つなぎはつけておくから。一つよいか。お主は東の果てから来たそうだな。よければ話を聞かせてくれないか。何？そんなことがあり得るのか？かぐや様、そろそろ次の謁見者は。そうか、ならば仕方ないな。博士は元気か？よろしく伝えておいてくれ。そういえば名乗っていなかったな。私はかぐや、里を守護する神垣の巫女だ。また来てくれ。謁見は以上だ。紅月のもとに行くがよい。東の
また会いましたね。時継も私に何かご用ですか？ああ、実はな。そうですか。ヤクモが私に任せると。ちょいと事情があってな。こいつは里の者の譜になる必要がある。わかりました。僭越ですが、私がお預かりしましょう。なんだ、新入りか。面白そうなやつじゃねえか。ちょっと俺と遊んでけよ。オムラ、少しおとなしくしていてください。ああ、つまんねえな。こちらはホムラ、あなたの同僚になります。少しバカですが、根は善人です。仲良くしてやってください。いや、誰がバカだ。面覚えとくぜ、新入り。こいつらはこの絵でも侍でもねえ、独立部隊みてえなもんだ。俺たちの協力者でな。たまに発明品の実験を手伝ってもらってる。博士には第四がありますから、少しでも恩返しになれば。それはさておき、私とホムラはこれから任務に向かうところです。昨日襲撃があったばかりですから、周辺の紹介をすることになっています。よければ二人も任務に協力してくれませんか？いいのか？こいつはまだ里の物の譜じゃねえぜ。構いません。腕前は昨日見せてもらいました。それにこの任務をもって証の儀とすればよいと思っています。なるほどな、そういうことか。あなたが里の物の譜になるためには証の儀を行う必要があります。まほろばの里の伝統で、新参者の力を試す儀式のようなものです。簡単な任務を与え、その結果によって里の者の譜にふさわしいか判断します。ヤクモが私に任せると言ったのであれば、私が試験官に選ばれたということでしょう。であれば、この任務をもってあなたの証の儀としたいと思います。任務にはいくつかの目標があります。それをすべて達成した上で、異界近くの監視小屋まで来てください。無論あなた一人の力でやれますか？迷いのない良い目です。何かあったら迷わず里に戻れ。いいな。勝手にくたばんじゃねえぞ。大丈夫です。己を見失わなければ勝機は常にあります。では監視小屋で会いましょう。なんと